またキャラが違ってる？ついに現れたわね、変態カメラマン。絶対変態だよ。目がスケベさんになってるし。ほら、出たスケベカメラマン。メイド服を着させた挙句に、半脱ぎのエッチーコスプレ写真を撮る気だな。ニヤして、またスケベなこと考えてるでしょ。コウタが面白いこと言って、あたしを乗せてくれるからだよ。それそれ、本当にスケベカメラマンみたいで、おかしい？わかってる。でもさ、コウタが言うと、だんだんその気になっちゃうんだよね。だーめ。コウタに言われたら生まれたままの姿にされちゃいそうだもん。絶対それだけじゃ済まないもん。徐々に水着も脱がされてさ、最後には狼さんになったコウタに食べられちゃうんだよ、きっと。キャー、スケベな狼さんに襲われちゃう。もちろんですご主人様。はい、どうぞ。このポーズでよろしいですか？うん、カメラマンもお疲れ様。楽しかったね。そういうものなの？でも楽しかったのはコウタが盛り上げてくれたからだよ。ちょっと照れるな。なんていうか、ああいう衣装を着るとその気になる感じがするんだよね。だからさ、コウタにだったらこういうコスプレ写真とか撮られるのも悪くないかも。うん、ちょっとだけね。やらしいのはダメだよ。いつか機会があったら
付き合ってあげる。さ、学園祭の準備やっちゃわないとね。お任せください、ご主人様。心配ないよ。ありがとう。それにしてもここまでお客さんに入ってもらえるなんてね。だいたい 2,3 グループがずっと並んでる。こっちが落ち着いたら私も中手伝うよ。私、お水を注文したいんですけど。お願いします。